はいどうも、かみしです。 MC です。はい、というわけで、今回もこちらの2人で深夜周りの実況していきたいと思います。ます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 が増えたねでは前回の続きやっていきたいと思います。まーす。怖っねーこのおー、 おーまた前回どこまでだったっけ。ハサミでちょん切られて。ああ、はいはいはい、じゃなかったっけね、確かね。そうだった。断り様にね、切られたのか分かんなかったけどね。ここはどこだろう。段ボールがすごい積まれて、なんか本がある、ね、辞書みたいな分厚い本が、何かの建物の中みたいだけど、そうみたいですね。出口を探さなきゃ。毎回思うけど冷静だね。もう少しパニックってもおかしくない。お、動けますね。お、あ、ここに扉が、鍵がかかっているみたい。これで鍵がかかってなかったら出て終わりですからね。ここはどこ、ん、うん、なんだ、だからよく雑誌とか本が並んでるから本屋、図書館とかですかね。やーん、何今のやーんって。やーんって何。だいぶ怖かったよ。でもこんなふざけてる感じかもしれないけれど、すごい棒読み感半端なかったけど大丈夫だいぶびっくりしてたよ。なんか落ちてる、ちっちゃい懐中電灯みたいな。懐中電灯、鍵じゃねえのこれ。鍵なの、わかんない。あ、懐中電灯だ。こんなちっちゃいの。暗いからちょっとだけ借りていこう。こんな都合よく懐中電灯がここに落ちているか。はい、拾いました。あ、つけましたね。あそこに扉があるけど、まず上。ほんと本ばっかですね、ここは。これは、はい、消せる。ほうほうほう、消せるのね。とりあえずここ音にびっくりする。わー、びっくりするわな、これ。お、こっちにも行けますが、こっちは鍵がかかってるみたいですね。なんかポスターが貼ってあるみたいですね。なんかこう美術館かなんかの展示会のポスターですかね、これは。はい、というわけでね何事もないように感じで。ん？節電月間、電気はきちんと消しましょうって書かれてる。消していきましょう。ああ、つけていきましょう。消しましょうか。つける。つけていきましょう。あ、じゃあ電気消してく？部屋、うん、フラグやん。じゃあちょっと節電ということでね、電気はいちいち消していきましょうか。まあね、エコーの時代ですから。こういうのにはね、積極的に協力していきたいところではありますけど、これまた電気つくね、音でびっくりするやつ。はい、うん、もうやだ。図書館みたいですね。本がいっぱい並んでますからね。え、なんで MC と会話してよ。お、はい、MC この壺どう思う？なんもないよいやでも、あ、ここ試しに一回電気つけてみる。お、明るいじゃん。でも全体的につくんだね、一箇所。うん、つくみたいだね。この壺なんでこんな床に置かれてんだろうね。割れない？大丈夫なの？なんか美術館かなんかの、か倉庫かなんかなのかな。ん？図書館？ん？勝手に動いてる？ここは、ああ、図書館なのかな。やっぱ図書館なのかな、ここ。図書館あんなおしゃれな壺置いてあるのかな。置いてる。置いてる？あ、そうなんだ。うん、俺あんま図書館行かないから分かんないや。どうやって私はここへ。本当だよ。ん？音が近い。びっくりマーク、びっくりマーク。てんてんてん。何？はてな。え？何？いきなり来る？てんてんてん。てんてんてん、行こう。出口を見つけなきゃ。てんてんてん。あ、動ける。なんか人が走ったような音がしたけど。うお、あー、でも電気は消していこうかな。ん？俺今歩いてなかったけど、歩いた音してなかった？
ね、つけていこう電気。電気つけていく？あ、安心するよね、電気つけた方がね。なんか音がなんか一個多いよね。一個多く感じる。気のせいかな。うーん、お、やっぱ多く感じるけど気のせいなのかな。お、扉がありますね。お、怖い。やっぱさっきから一歩多いんじゃないかこれは。怖い。てん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 。誰かいるの？あ、怖い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 。もうこれなんかなんかもう早いよ。始まって5分も経ってないよ。怖い、こういうの。え？お、今は聞こえないね。びっくりすんな、もうやめてくれ。扉閉めてこうよ。ダメ。なんだこれ、電話か。なりそう。電話さ、かけようよ。電話番号知らないの？うん、音する、音する。なにこれ、いきなりなんか鉄の扉。なにこの広い空間。あ、なんか音がする。しまった。なに、なに、なんでしまったの。じゃ戻ろう。戻れない。でもライトはあれ貫通するんだ ね、ライトは貫通するんだね。どういう仕組み。お、あ、先に見てもある。うん、なにこの不自然、不自然つっちゃった。不自然に開いてる箱は。音がやだ。どうしよう、調べていくか。びっくりした。なんだよ、ビビらすんじゃねえよ。ここに隠れられるんだね。ビビらすんじゃねえよ、マジで。あ、ビビった。うん、なんか音量でかい、うん、あ、音量でかい、あのイヤホン。あ、本当、本当ですか。ちょっと音量下げようかね。怖い、普通に。少し下げました。はい、お、勝手に動いております。ちょっと走る準備しようか。段ボールに隠れる準備をね。何かいるの。勇気あるね。あー怖い、あー怖い。なんだ、なんだ、前から何が来るっていうんだ。なんで後ろが光るの。わからん。あ、後ろの電気が点滅してるね。うん、あ、動けんのか。あ、なんだこれ。あ、あ近づいてってるね。あ、電気つけていく。お、お、あ、ついたね。ちょっと全部電気つけていくか。あそこの後ろの電気もつけとこうか。電気が関係してるっぽいね。 OK、なんか電気が関係してる。敵かどうかまだわかんないけど、ちょっと電気つけようか。あ、でもどこにもいないね。どこで音鳴ってんだ。うお、怖いよ。もしかして逆に全部電気つけなきゃいけない系。あ、ここにもある。はっ、びっくりした。鏡、何？天才でびっくりマーク、びっくりマーク。ん？ん？ん？走ってきてる、また。なんか、はいずる音というか。え？え？え？終わり？え？まさかのここで。ここで終わり？え？ここで終わり？うそん。そして読み込み中。ここで終わり？気になるやん。めっちゃ気になるね。めっちゃ気になるじゃん。あ、りんちゃんだ。え？私が読む。どうぞどうぞどうぞ。ゆいが読んでいる気がする。そういう能力かな。ソウルメイト、ソウルメイト、ソウルメイト。そういう能力か。でもどこにいるんだろう。それな、うーん、図書館にいるよ。地図を見てみよう。地図を見てみよう。わかるもんかな。そんなんでわかる。図書館は、図書館どこや。図書館って言うからには街の中に。でもあのバツ印何？
これはあれでしょ、隣町でしょ、これ。こっから先は行けんよってこと？ってことかな。でもそしたらこっちにもあっておかしくないけど。あった図書館。あった図書館。遠くね？遠いね。下の線路の方を渡ってコンビニ図書館。じゃあ銭湯の下の方にひたすら進めばいいのかな。うん、お？ん？あ、びっくりした、なんか気のせいか。よっしゃ行くか。待ってて、今行くから。ここの家の親は一体何をやってるんだ。リンちゃんダッシュ。ママねえリン、外出かけてくるよ。うん、この普通にさ玄関から出ててバレないっていうのも面白いね。親普通止めるじゃん、こんな夜遅くに一人で出てったらね。確かに。さてさて、こんな物騒な町、セーブだ。恐ろしくてね、俺だったらね歩けませんよ。はい、近くにあったっけな、ちょっと見てみよう。あるね、 あるね。ここ行こうか。おお、眩しい。ああ眩しい、目が。待って、いきなり。早速勘弁してください。あ、公園か。あ、まあちょっと一回地図を見よう。下だね。ちょっとこっちの道行こうか。あ、待って、なんかいる。何こいつ超面白い顔してんじゃん。面白い。何今の顔、バカにしてる。あ、なんか声が聞こえる。あ、どうだ。またあれ、川からふよふよして飛んでくる。あー、ここか。あー、こいつか。私はね、逃げるよ。あ、いけない。いどうも。あ、なんかまた落ちてる。いけどうも。紙飛行機、何に使うんだろう。初めて見たな。めっちゃ近い。あ、でも今回はあれなんだね。神氏、マンホール踏んでくスタイルなんだね。あ、忘れてた。あ、忘れてたんだ。忘れてた。そうだ、マンホールね。場所によって足掴まれちゃうからね、気をつけなきゃ。こっち行けないってことは、ここ左に曲がった公園のさっきの変な、なんだろう、千と千尋の坊ちゃんみたいな顔してた丸い物体。坊ちゃんではないよ。坊ちゃんって名前だよ。坊か、うん、坊ちゃんだから。クレヨンしんちゃんの坊ちゃんになっちゃうね。ちょっとキャラが全然違うから。さあどうしようか、こいつ全然動かないね、珍しく。気づいてないのかな。横ダッシュ。え、なんかいる。おい、邪魔だよ。お、チャコちゃんやん。チャコ。あ、じゃあこっちのルートでやっぱ合ってるんだね。チャコ。チャコ待ってー。チャコちゃん。あ、カラスがいっぱいいますな。お、近くに。お、戻ってきた。犬コロ。犬コロ。かわいいな、チャコちゃんは。お前、ちゃんと飯食ってんのか？今行くぜ、チャコ。どういった？今行くぞ。あ？踏切の音が聞こえるね。おー、うん？うわ、やだ。あ、うわ、い超声裏返っちゃった、今。もう、青ざめてるよ、りんちゃん。いや、そりゃビビるでしょ。線路に女の人立ってたら、なんかセーラー服みたいなの着てたね。地蔵、待って、近い。早く10円玉はお供えしだ。 OK、 嫌です。じゃあチャコちゃんを追おうか。さあどこにいる。え、バタかこいつ。これどうすればいいんだろう。回っていくしかないのかな。かなぁ。でそこまであれだもん ね。あ、こっちじゃない。ちょっと待ってね。でも下か。じゃあこっち回っていくしかないのか。じゃあちょっと回っていこう。こっちから。このカチャカチャ音なんか、あ、ううん？あ？え？なんかまた可愛いのいる。可愛いかこれ。なんか歯に物騒なの持ってるけど、血がついた。これ通って平気なのかな。通るしかない。あ、待って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 。愉快か俺ら。これ無理じゃねえか。てか早いよね普通。爆
ってましたよ。はい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 。待て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 、ね、これさ、あの上の方から回っていくってできないのかな。逆にこう石ころ使うっていう。あ、そっか、そういえば使えるね。これどうやって使うんだろう、未だに使い方わかんないんだよな。この紙飛行機も何なんだろうね。まあ、おっと、石どうやって使うんやこれ。じゃあとりあえず姿確認できるところまで近寄ってみようよ。そうだね。あ、なんか別のになった。あれ違うのになったね。あ、いなくなってるし。あ、待てー。それでもめっちゃ追ってくる。もうやめてやあ、お金ゲット。すげー、なんだあれ、なんか気持ち悪い。普通に気持ち悪いね。あ、なんか近くにあの白いやつの声が聞こえるな。おー、行った。先に進んだ。さて、どう行こうか。下行くか。こう行く？あ、こう行くか。さて、もう何も出てきませんように。あ、なんか落ちてるやん。石。未だに石の使い方がわからないからね。待って、はい、ここ、学習したね。学習したよ。来るとこだろ、これ。ほらね、2台。2台来たね。はい。ここは？まあ普通の街中。何この広く。あ、ここも駐車場なんだね。まあ寄り道はほどほどにしていくか。まあ順調に進んでるんじゃないですか？うん。これどっち行った方がいいのかな？こっち行くか。なんかワンワン行ってる。嘘。ほら。ワンワン？カンカン。カンカン。うん。おー、なんか近くにいたね、今ね。カンカン言ってるよ。なんだカンカンって。聞こえないの？俺聞こえないね。マジで？ M 字にしか聞こえない謎の声じゃないですか。ほら、ここら辺。なんかカンカン、カンカン？なんていうのかな？シャンシャン？シャンシャンなのこれ。あ、なんか聞こえるわ。多分カミシの方しか音量下がってないよ。あ、いや、あ、マジか。そのヘッドホン。そっかそっかそっか。ダメやん。私さっきから音がでかいんだわ。あ、髪の切れ端白。何でしょうか。3ね。切れ端3。ああ。髪の切れ端3。誰かのメモみたい。どうしよう。どこを探しても見つからないって書いてある。さっきの女の幽霊かな。なんだろうね。まあ関係ないとは言わせねえよって感じだけど。あ、お地蔵様。お地蔵様。お地蔵様。はい、セーブしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当お地蔵様様や。本当。あ。ん？あ、ここね。見てこ。中立図書館。調律ね。さっきからゼフ長ですね。上市ゼフ長でございます。平仮名は読めるようになって。この先500メートル。お。まっすぐ500m。またいるよ。おい、お前邪魔なんだよ。こう行けんのかな。なんか、なんだろうね、あのお化け。クジラみたいな形してるけど。やけにできるなあ。ん？ここ隠れられるポイントですね。マリモ。ここ遠間。あ、あ、落書き。しかもなんかいるべ。いや、これアウトじゃね。あ、また奥にいるね。あの顔やろうだよ。びっくりした。隠れた音にビビる。それにビビんなよ。これじゃあ触れない方がいいっぽいね。怖い。触れたらどうなるんだろう。どうなんだろうね。めっちゃ気になるけど。いやー、まあね、確かに気になるけど、俺は先へ進むよ。お、また落ちてる。あ、またメモ。ちょっと、ん？子供っぽい字が書かれてる。街のあちこちにある変な顔の落書きは全部で10箇所あるけど、探さないように。探したらどうにかなっちゃうのかな。あれ、いつの間にか2なんて拾ってた俺。お化けに襲われた時こいつか。あ、これか。ああ、あの顔もじゃあ探さない方がいいと。お、これ箱やん。見ればわかるけどさ、うんうん、これどかせ、どかせ、動かせられる。どうやってやんだっけこれ。箱か。
あ、ここから図書館に入れるね。お地蔵さん、お地蔵さん、お地蔵さん。まあまあ、待て待て待て。あ？修理中です。近づかないように。おー。って書かれてる。修理中なんだね。あの壁の穴、修理中だから、あ、近づかないようにということですね。塞いでたんでしょうね。なるほど、なるほど。よし、じゃあ、入ろうか。おい。お？やだ、なんか通ってる。ゆいだよ、今の。ゆいちゃん。ゆい？ゆい、今助け行くよ。もうなんかちょっと廃校感ない。いやもう潰れてないこれ。潰れてるよね。古いよね。うわー、鍵かかっとる。ケアブレ。ここの入り口は鍵がかかってる。別の入り口を探せと。泥棒か何かかな。別の入り口はないのかな。はい、じゃあ別の入り口探しますよ。窓から入れんの？え？ワイルはなんか、こちらにいいのかな？なんか今キランってした。あるね。まあ所詮石ころか何か。あ、これ使えそうじゃん。あ、ね、やっ、ういあー結構力持ちだな。窓から侵入すればいいのかな。そんな感じかな。どっか開いてるか。よし、この暗いのが怖いよ。まさかそこだ。そこじゃないよね。そのこっち。あ、これか。それそれそれ、そこっぽいよね。ほら、本当だ。窓から図書館に入る。うん、うん、無邪気か。うん、うん、闇神中。闇神中。おい、もうワープじゃん。あ、ここじゃん。あ、ゆいは確かこっちに入った。こっちに行ったはず。はい、じゃあ電気をつけていきましょうか。電気あるのかな。ゆいを追いかけなくちゃ。あ、こっち行っちゃダメだね。ないってことね。はい、なんか追いかけられそうだな、ここで。別のものにね、うん、あ、ね、張り紙見ようよ。見れそうじゃない。 OK。 掲示板に張り紙が貼られている。図書館、図書館内では静かにしましょう。本当にひらがなばっかって読みづらいわ。これ走っちゃいけないってことかな。ほら、走らないようにしてくださいって書いてある。あー、じゃあ走らない方がいい。やば、 M 氏めっちゃ刺してんじゃん。すごいね、これで当たってたら。あ、落ちてるね。10円かい。こんなところに10円。ん？扉や。え？あ、いた！いや、大きな声で呼べや。え、なんで黙って見守ってんの？確かに。大きな声で、待って、ゆいぐらい言おうよ。うん。明る？あ、さっきのところ。じゃない？これ。違うか。おいおい、いるやん。なんで呼ばねえんだよ。何、律儀に静かにしてください、守ってんだよ。確かに。律儀か。なんかあのポスター怖いな。これ、うん、なんだろうね。お、うん、何が調べられるの。これか。扉じゃない。取ってって。なんで鍵かけた。内側からかけてる。かけんね、どんどん叩け。鍵がかかってる。どこかにここの鍵はないかな。いや、あれじゃないの。こんな近いところにあるかな。もうポロッと落としちゃった。10円でした。10円だったね。逆にさあ、まあまあまあ、まあ、うん、ゆいちゃん、ああそうか、ここもともと空いてたから入れたって感じか。うん、どこかにここの鍵はないかな。でもなんかゆいちゃんのさ場合は連れてこられたって言ったのが形としては正しいんじゃないの。あれ、まあそうだね、入ってきちゃったっていうか、何かに連れてこられたっていう可能性はあるよね。うん、あ、なんか落ちてるね。さっきあったっけこれ。ない。10円。して女子トイレ。女子トイレは入れないね。男子トイレは入れたりしないかな。入れないね。で、それでもう向こう行けるんじゃない？ん？あ、こっち側にね。うん、なるほど。そう、行けますな。いや、もうやだわ。おい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 。やだわ。電話系はホラーの鉄板ネタだとしてもやだわ。やだわ。神々神々やな、これな。うちに電話をかけておこうかな。今電話鳴ったやん。10円玉を入れて電話する。いや、やだやだしとく。親に怒られるもんだってね。こんな夜遅くにね。確かに。今ね、とか閉まってるね、図書館にね、いるの。明らかに閉館時間に入ってるし、ね、不法侵入。不法侵入もいいと俺は。家の電話に伝言を残した。うん、伝言って、まあ、そっか、みんな寝てんのか。
セーブ？え、これセーブなんだ。これセーブできんの。なるほど。へえ。中間セーブがまさかの。喜んで電話するわ。喜んで電話する。しかもあれだよね。え？本当に公衆電話みたいな感じなんだ、ね。そうだね。なんか古い感じの電話だったね。うん、まあそっか、あの建物内にはお地蔵さんなんて置けないからね。確かにね。セーブポイントをね変えてくるのはね仕方ない。あーい。お前なんだ。すげえいいんじゃん。気持ち悪い気持ち悪い。あと集合体恐怖症だからマジ無理やね。これキモいね。気持ち悪い。避けるよける。キモ。あれ。え、めっちゃ近かった。なんか今さすごい来てたよね。めっちゃ近かった。なんだこいつ、隣にいる。ね。そしてどこにも行かない。全然動かないじゃん。待って。キモ。はあ、夢か。夢を見ていたようだ。つか隠れても全然意味ないじゃん。ね、すごい近くにいたしね。もうあの目ん玉には絶対 見ない。向こう側からも気持ち悪かった。あ、でもさ、そこに箱があるってことはいるじゃん。すげえ近いよ。わかった。これ懐中電灯つけちゃいけないやつや。今懐中電灯をやったら寄ってきたね。ああ、確かに消そう。上司聞いて。うん。今日 MC いい感じに叫ばないよ。すごいじゃん。どうしたん。すげえ耐えてる。 MC の売りどこ行った。売りって言わないで。え、あ、なんか、あ、後ろに来てるね。でもライトがない時はああやって、うん、ちょっとゆっくりめに足音つけてくる。足跡つけてくるんだね。みたいだね。じゃあやっぱ正解か。で、あんま館内走っちゃいけないけど、あれは走るよな。とりあえず見つかったらここに隠れようか。早くねー。これ無理じゃねー。どうすればいいのこれ。あー、来てる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 。無理。懐中電灯当てたら近づいてこないなんてことないよな。だってな、逆でしょ。いますねこれね。こいつすげえな。なんかビジュアルはかなり綺麗ですよ。あ、待って待って待って、何これ。来てますね。来てるんですか。来てますね。これは来てるんでしょうか。何かが来てますね。何かが来てますねこれね。何でしょうかこれは。何でしょう。これどうしたらいいんでしょうか。あ、お、そこ、ここら辺安全地帯っぽい感じはあるぞ。まあでもね、あいつがいる限りね進めないんですよ。待って、ここにもいますね。視界に入っちゃいけないのかな。かもしれんね。でもそんなこと言われてもこれ視界に入るよね。だってもう懐中電灯がね荒ぶってる。あー、そこにもいるね。行く先々にいますねこれね。 あ、なんか落ちてる。紙飛行機って何？なんで同じこと言うの？うん、仲良しかってね。